はい、皆さんこんにちは、田野治です。私はですね、今バンコクのね、郊外にいるんですけれども、ちょっとね、ちょっとスキー気味の直線道路をね、まっすぐ走っていくのと、ちょっとね、バンコク郊外だけで風景がね、こんな感じでね、道路もね、ちょっとあんま良くないところなんですけど、ちょっとそれが画面揺れるかもしれないけど、それはすいません。こういうね、田舎道だと、があるんだという、ところでですね、まあ面白みないかもしれないですけど、ちょっとね、カメラ回して見ることにしました。そんなに、なんていうか、変化のある映像ではね、ないかもしれませんけども、10分程度ね、ちょっとね、カメラ回していけば、ドライブした気分になるのかなというのもあって、ちょっとね、カメラ回しています。はい。で、ですね、今日の話題なんですけれども、どうしようかな、いくつかちょっとね、アイデアは浮かんでいたんですけれども、どうしようかな、学歴の話、今度保険の話もね、ちょっとしたんで、あとはダブルになっちゃうかもしれないですけどね、いろいろちょっとね、不都合な事実を、いろいろお話ししていこうかなというふうに思います。なんていうか、このね、令和になって、コロナ禍になって、海外とのね、行き来がね、かなりその不自由になってる、この時代、かつ、YouTube とか、他ね、いろいろ SNS でね、かなりね、情報が取れる時代になっています。私がタイ来た頃っていうのは全くそんな時代じゃなかったんでね、今と全く違う状況ではあったんですけれども、今のね、こういう時代になってですね、あんまり気軽に、正直言っちゃいますけど、お金持ちでないのにね、移住しようっていうことはね、やっぱりもうやめた方が、よろしいんじゃないかというふうに、思います。その理由としてはですね、もうむしろそのもう移住し、プチ移住はね、いいんですけど、この前もね、ちょっと話しましたけども、プチ移住はいいんですけど、もうずっとしてね、永住というよりかは、特にね、若い世代に言いたいのは、ちゃんとそういうね、福利厚生がちゃんとしてて、あるかわからないですけどね、休みを取って、お盆、ゴールデン、お盆と年末年始とかね、休みをちゃんと取って、で年に2回、もしね、タイが好きな方だったらタイに遊びに来るということで、日本でね、頑張って、でその日本にいる間はね、いくらでも YouTube も私もこうやってね、流させてもらってますけども、情報取れたりするんでね、別に私も カオサンロードもね、行ってアップしてますし、サイアムの近辺とか、セントラルワールドあたりとか、いろいろね、アップしてまして、私のね、チャンネルでもね、結構ね、おかげさまで、100、200人近い方に登録いただいてましてね、本当にちょっと驚いてるんですけども、ただの風景動画の撮影なのに、そういうのもあってね、いろいろと情報取りやすいんでね、あんまりもう無理する必要はないんじゃないかと思ってしまいます。確かにその日本の、ね、社会ってかなりいろいろ苦労する面あります。確かにその私も以前ツイッターで、日本の、ね、生活の質は確かに高いんだけれども、それを、ね、維持するのにどれだけ大変なことかっていうのがね、言っちゃうとね、本当にみんな黙っちゃうんですよ、私のね周りで言っちゃうと、確かにそういう事情はあるんですけれども、ただこの間話してたかな、アップロードしたか忘れましたけど、保険の話ですとかね、そういったことを含めると、今さらわざわざっていうのはちょっと、
あの感じますね。あの昔から来ちゃってね、今こっちに生活基盤があるって言ったら逆にいるべきですけども、わざわざ日本で生活基盤があるのにそれをね投げ打ってくる必要が本当にあるんですかっていうところに、なります。ですんでね、まあそこら辺をね、まあ、なかなかその今でもやっぱり日本の会社でね休み取りにくいっていうところあるのかもしれませんけども、逆にあのコロナ禍のおかげでね、まあ、いろいろその働き方ね、ことで見直しがあってね、まあ、もしかしたらその意外とその会社行かなくても売り上げがそんな変わらない会社だったらむしろ社員にね休んでもらって、あの休むときは休んでもらってっていうね、会社とかももしかしたらあるのかもしれませんのでね、もうそういったところとか、まあ、今公務員もいいのか分かんないんですけども、公務員でもね、まああのまあ、ちゃんとねあのしているところ、まあ、部署によってえらい違うんでしょうけど、まあ、あのそこはね運があれなのかと思うんですけどもね、まあ、あとはまあコロナ禍でちょっとね忙しくなっちゃってるっていうのもあるのかもしれないけど、特に厚生労働省系とかね、まあ、大変でしょうけども、まああのねそうじゃないところで休み取りやすい福利厚生があるというところをね、で、頑張って就職して、ね、そこで休みを取ってタイが好きな方はタイに遊びに来ると、年に 2,3 回ねっていう方がね、まあ、より充実するんじゃないかと思います。で、ね、繰り返しになりますけども、日本にいるときはね、まあ、ぜひ私のこの YouTube、ご覧いただければですね、ある程度タイの、まあ、今ね最新情報が、分かります。まあ、実はねこのっていうかその動画自体だいたい1週間くらいはずれてるんですね。撮影したその日にアップロードっていうわけではないんで、まあ、完全な、ね、最新情報ではないんですけれども、でもまあ1週間から2週間程度では間違いなくアップロードを、してますんで、逆にねそれぐらいの範囲の、まあ、最新情報と、いうことになりますんで、まあ、こういった私の動画見たりですとか時々拝見してるんですけど、TJ さチャンネルさんとか、あとは、まあパッタイさんとかね、あと何だろう、何人かね、日本人の、マイバルさんか、とか、いろいろね、アップロードしてますし、タイ語もね、そこで勉強できたりしますしね、タイ人のね、YouTuber の方もね、日本に住んでるタイ人の、YouTuber の方が、タイ語で、ね、日本のことをね、アップロードしたりするんで、そういったこともね、聞いてればタイ語の勉強にもなりますし、まあちょっとね、こう言っちゃなんなんですけども、別に来なくてもいくらでもタイに触れることはできます。まあコロナ禍でもね、いろいろ考えればできますんで、ぜひね、まあやっぱりなんだかんだ、ね、難しいところなんですけどもね、まあ、特にね、まあ、お金も、ね、そんな資産的に余裕がないというか、そういう資産家ではないっていうんであればね、まあ、やめてほしいです。まあ、資産家の方がね、まあ、別にその全く、ね、億単位で持ってても全く問題ないよと、まあ、そうしたら別ですけど、まあ、そういった方ってまあ別にね、この動画多分ご覧になってないと思うんで、まあ、そういった事例は省きますけど、まあ、あくまでね、普通の方っていうふうに考えれば、まあ、なかなかね、ちょっと難しい、というふうに、考えております。はい。じゃあそういうことでもう10分ぐらいになるのかな。まあ、こんなところになります。じゃあこの辺でね、じゃあ10分来ましたんで動画切りたいと思います。
います。ご視聴いただきましてありがとうございました。コメントとかね、ぜひなんかあれば、まあ、ちょっと偉そうな上から目線で言うわけじゃないんですけど、ご質問等とかあればね、辛口の方向でね、いろいろちょっとお答えしたいと思います。辛口っていうのも別に嘘つくわけじゃなくて、現実をね、ちゃんとね、ご指摘したいというふうに思いますので、ぜひ、コメントいただければと思います。それではまたよろしくお願いします。